か皆さん、この寒い中バイク乗ってますかね。ただいまの気温は6度。まあだいぶね、バイク、まあ乗る気になんない温度ですねこれは。でもしょうがないです、乗りたい時に乗ると、もうそういうもんですからね。まあ今日はですね、また都心部に向かってちょっと走ってますが、都心部の中の高層ビルの中にある駐車場、まあどういう感じになってるかね。まあ行き先はあの森ビルっていうんですか、森タワー、あの六本木ヒルズって言われてるやつですね。ちょっとそこに行こうかなと思うんですが、まあ六本木ヒルズっていう言葉はね、何度も聞いたことあるんですが、実際行ったことない。まあ用事がないからっていうのはあるんですけど、六本木ヒルズみたいなあるね、超高級ヒルズの駐車場とか、まあ、その周辺ってどんなになってんのかなっていうのはね、まあ、いくらか気にはなりますよね。まあ、そんなこんなでですね、今日も今5号線、首都高5号線を走ってまして、で、その六本木ヒルズに行くには、どうやら3号線の霞ヶ関っていう出口で出るらしいんですよね。3号線かな ?C1 かな、そのとこまでまずは行きましょう。ね、まずは、はい、行きます。はい、ということで今ね、 C1 都心環状線走ってますが、なんかもう霞ヶ関出口が近いみたいなんで、そろそろ出ちゃおうかなと思ってますが、ここですかね。とりあえずここで出ろってことみたいなんで、出ます。本当かな、俺都心のさ中枢部に行くんじゃないの。出ます、出ましてですね、なんかこの道まっすぐ行くらしいっすね。警備が厳しい、そういうとこなんだな、この内閣府キャビネットオフィスって書いてあるの、英語で内閣府とか書いてあるもん。とりあえずこういう硬そうなビル群を早く抜けて、このビル群を抜けて首都高の下を走っていくと、しばらく、ね、この車線がいっぱいあるからさ、どこ走ったらいいか分かんないよね。特に行ったことないとこ行くとき、急にさ右なのか左なのかって分かれるとことかあるし、このでけえビルは何なの。アークヒルズって書いてある。ここもヒルズだよ。ヒルズだらけじゃないのこれ。渋谷六本木方面にとりあえず行きましょう。渋谷六本木方面に行きましょう。ほらこういう分岐あるじゃん。これ右だって。こういう分岐急に出るじゃん。あれ右でもなんだよ。どっちでも一緒じゃん。今六本木六丁目っていうところらへん進んでて、でですね、残りがなんかあと700メートルぐらいで着くみたいなんですが、あ、六本木ヒルズ左って出てきた。何これ、何これ、あ、こっち、こっちか、あ、これ、あ、これか、これだ、やべえ、通り越した。
これか。あ、でこれテレビ朝日だから、この一帯が六本木ヒルズなんだね。これが例の森ビルってやつか。地上54階だったよね確か。じゃあちょっと U ターンする。確か駐車場はね、あの森ビルの方なんだよね。まずもう六本木ヒルズにはもうついてて、で車の駐車場はこのまあ P っていうところにまあ行きゃいいんでしょうね。行きゃいいんでしょうけど、これね、森タワー、これこっちだな、これこっちだな、さっき通り越しちゃったもんね。でこれ上がっての、あれ、あそこにも駐輪場ある。あ、ここにあるけど、どうやって行くのこれ。いや、まずは確か地下って書いてあったから、こっち行って曲がります。曲がってさ、曲がってさ、これじゃないの、ここ曲がるよ、一回曲がるよ、曲がってさ、曲がっての、こっちだ、こっちだ、しかもこっちからしか入れないという一通じゃん。バイクマークある、ここだ、入ります。何これ、何これ、エレベーター乗んの、なんだこれ。まずエレベーター乗れってことなの。押しました。本当に乗るよ。で、本当に続いて左方向です。ちょっと不安を覚えるな。左方向です。うわ、ついた。これね、発信ボタンを押してください。駐車券をお取りください。はい、取りました。ご入場ください。着いたけど、これエレベーターはちょっとビビったな。ちょっと降りましょうか。ちょっと降りてみてですね、まあサイズ的にはもう問題ないですね。もうでかいバイクでも余裕で止められるけど、この剣を使うパターンか、出るときにね。まあこんぐらいのサイズ感ですよ。で問題ないでしょうね、余裕で止められます。とりあえずまず出ます。30分100円、一旦出ましょう。カードを、カードを
入れて200円とか言われたし、100円しか用意してないし。わかりましたよ、ちょっとお待ちください。1000円。出ました、地上階に帰ってきた。うわしょ、ちょっと準備します。というわけで結構なんやかんやったな。ちょっとギミックがいくつかあったから戸惑いましたけど、脱出ですよ。でもう一箇所、もう一箇所あった、六本木ヒルズの駐車場もう一箇所あった。ちょっとそっち行ってみましょうね、せっかくだから。